琉球伝説、モエチンは架空のテレビアニメ。日本の企業、チュラプランニングが土産物用のキャラクターとして企画、展開している。同社が制作する続編に琉球対戦ハーブバツマンがある。公式サイト上の設定では琉球テレビがひっそり深夜に放送していたが、停止調律のためにスポンサーが中途で降板し、 後半は作画破綻を引き起こした幻の萌えアニメとされており、前中には特別編1話のストーリーが紹介されている。このアニメの主人公、萌えちんこときやん萌え派を起用した、後日の土産物型企業と共同開発されており、いわゆる萌え起こしの企画といえる。キャラクターデザインは糸長康子。公式ブログ等で登場頻度の高いキャラクターのみを挙げる。 これ以外のキャラクターについては公式サイトを参照。他企業との共同開発により、以下の商品が展開されている。いずれの商品も沖縄県内の観光名所を題材にした沖縄観光案内トレカがランダムで1枚封入されている。チンピン堂の OEM 商品で、同社のミルク味チンスコー、ミルキーの18個入りパック。チュラプランニングとチンピン堂の共同開発商品には、 他に、小宝チンコスコーが存在する。受付酒造との共同開発商品。アルコール度数25度、7 2 0トル瓶入りの泡盛り。また、2010年2月11日の本商品発売に合わせて、ヒューマンアカデミー那覇校の学生2名により、結成されたユニットシャノワールが歌うテーマソング、琉球キュンにも作成された。ありがとうございます。